皆様本当に長い間のご清聴ありがとうございます。今から第3部のシンポジウムを始めさせていただきます。座長をさせていただきます明石市医師会の石田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日 のシンポジストを簡単にご紹介させていただきます。ただいまご講演いただきました池上翔トパーズクリニックの池上翔二先生、よろしくお願いします。そして、介護保険、支援専門員、ケアマネージャーの協会の明石支部の長坂美春様です。どうぞよろしくお願いします。明石市社会福祉協議会地域総合支援センター赤松みどり様です。どうぞよろしくお願いします。そして、今日は運転免許の返上の話が出ましたけれども、兵庫県警の交通部、交通企画課課長補佐の野上浩二様です。どうぞよろしくお願いします。この方々と一緒に討論していきたいと思うんですけれども、もう敬称を省かせていただきまして、すべてさん付けでさせていただきます。2025年、今から7年経ちますと、団塊の世代がすべて後期高齢者になられて、まさに3人に1人が65歳以上、そして5人に1人が75歳以上という、まあ、日本は今まで経験したことがない高齢化社会を迎えます。そんな中で今日の認知症というのがどんどん増えていくだろうと思うんですけれども、まあ、今日は2つのテーマ、認知症の中でもこの徘徊と、そして運転免許返納の話を取り上げました。まず紙芝居1を皆様ご覧になられてどうでしたでしょうか。この認知症が進んで突然徘徊してしまうという状況で、まあ、家族になりましたら鍵をかけて閉じ込めておこうか、それもですね、池上先生のお話ではこれは虐待になるのではないかという話もありましたし、もし徘徊してしまって人に迷惑をかけたり事故に巻き込まれたりしたらどうだろうかという、まあ、いろんな心配事があったと思います。今日は赤松さんにまずお伺いしたいわけですけれども、この徘徊が始まった場合にですね、家族としてまずどこに相談したらいいか、いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。今日 の封筒の中にこの地域総合支援センターっていうチラシを入れていただいておりますの です、ね、これをご覧いただけたらと思います。お手元にお配りしております。地域総合支援センターは、まあ、昨年度まで市内12カ所にありました在宅介護支援センターと、それから市内2カ所にございました地域包括支援センターを統合して市内6カ所に開設、この4月から開設しております。裏側に6カ所を書いてありますが、この6カ所です。でこのセンターは今まで、まあ、地域包括支援センターは高齢者を主に対象としていたんですけれども、高齢者のみならず障害のある方とか、それから子育てにご不安のある方、生活困窮の方などに対して福祉に関するさまざまな相談をお受けしておりますので、まあ、若年の認知症の方を含めて認知症全般のご相談をお受けできるところです。ありがとうございます。パンフレットを見ていただきましたら、まあ、まさにこの高齢者虐待であったり子どもの問題であったり、まあ、福祉を丸ごと相談を受けていただくその地域総合支援センターというのが明石に6つありますので、ぜひここで相談していただいたらと思います。それでは赤松さんに、明石市のですね、徘徊される方に対して今どのような取り組みをされているのでしょうか。今日は池上さんもちょっと触れていただきましたけれども、ちょっと詳しく。はい、池上先生の先ほどのご講演の中にも、まあ、首から下げた携帯で GPS でいうようなこともありましたが、先生からもご紹介いただいた明石市の取り組みと、明石市社会福祉協議会の取り組みの2つをご紹介させていただきます。まず1つは、居場所探索用端末機の対応ということで、先生からもご紹介ありましたが、これ、まあ、窓口は市の高年介護室なんですけれども、徘徊のある認知症高齢者の方の居場所の早期発見のために65歳以上の、まあ、高齢者を介護しているご家族に居場所
探索用端末機を貸与しているいうものであるんですけれども、まあ、ペンダントと同じようなものなんですけれども、先生おっしゃられたように、本人様携帯と同じように持ってらっしゃるかどうかいう、認知症の方が本当に外出するときに持っていかれるかどうかいうところがありますので、縫い付け服に縫い付けたりとか、そういういろいろ工夫をしてらっしゃるいうような方もおありです。それからもう一つは、お手元にお配りしておりますこの要援護者見守り SOS ネットワークです、これなんですが、窓口は明石市社会福祉協議会です。この、チラシの上側の青い四角囲みのところにも、書かせていただいておりますが、まあ、外出中に道に迷う恐れのある高齢者の方などのご家族から、まあ、登録を社会福祉協議会が、受けまして、その高齢者の方などの行方が分からなくなった際に、福祉関係の専門職であるとか民生児童委員さんとかの協力者へメールを一斉送信をして、早期発見の一助とさせていただいているものです。はい、で協力者はデイサービスとかホームヘルパーさんなどの、事業所の職員さん、専門職の方とか行政の職員さん、民生児童委員さん、それから市民の方々です。で徘徊行動のある高齢者などの早期発見のために社会福祉協議会に協力者登録をしていただいております。29年度の実績を紹介させていただきますと、利用登録者、これは、徘徊の恐れのある、道に迷ったりするんじゃないかというご家族がご不安で登録されている方が136名で、協力者、その専門職だったり民生児童委員さんだったり行政の方、市民の方は文字だけの情報を提供させていただく市民の方々、一般協力者といいますが、こちらが187名、それから写真付きの情報を提供させていただく専門職、特定協力者といいますが、こちらは355名です。で、メールを配信したことで発見につながった事例っていうのを一つご紹介させていただきたいと思うんですが、行方がわからなくなったのは、高齢者の方で男性でした。その方、女性用の赤いサンダルを履いて外に出られたようで、そのまま行方がわからなくなって、そのまま連絡を受けて社会福祉協議会の方から協力者に、情報を、メールで配信をさせていただきました。で、その方なんですけれども、まあ、赤いそのサンダルを履いていたということで、たまたまその専門職の方なんですけれども、バス停で椅子に腰掛けている男性がいたんですが、その方が赤いサンダルを履いていたので、あ、これはきっとこの方に違いないということで、その見守り SOS ネットワークで発見されたというような事例がございます。ありがとうございます。居場所探知機をつけたり、あるいはこの地域ぐるみで認知症の方を見つけていくという SOS ネットワークのお話をしていただきました。今無事に見つかったという例を紹介していただきましたけれども、実際に徘徊で発見が遅れたり、まあ、事故に巻き込まれて亡くなってしまったり、そういう最悪のケースというのはあるんでしょうか。はい、残念ながら亡くなられた事例なんですが、まあ、地域包括支援センターの時代、何年か前なんですけれども、高齢者のご夫婦とそれから息子さんの3人暮らしで、暮らしていらっしゃった方がいらっしゃったんですが、そこの、お亡くなりになられたのが男性、ご主人の方です。でご夫婦とも認知症だったようで、そのご主人の方はトイレの失敗というのが見られてきたんですけれども、まあ、外に出かけても何とかご自宅に戻ることができていたようなので、ご家族、まあ、先ほど池上先生もおっしゃられたんですけれども、まあ、ご家族としても心配される方もいらっしゃるし、まあ、帰ってくるだろうというふうに思われる方もいらっしゃるということで、ご家族としては戻ってくるだろうというふうに思われてたようなんですけれども、戻ってこられなくって、息子さんが警察に捜索願いを出されて、その3日後ぐらいに高砂の方で海釣りをしていた釣り人の方が、海に出てくるこの溝のところで足が出ているのを発見をされまして、警察に通報して、まあ、亡くなられて、ご自宅に戻られたという事例がありました。まあ、なんとかそのような悲惨な例がないように、
見守りをしていきたいなと思います。それでは今日の紙芝居で非常におばあさん役がの声を出していただきました長坂さんですけれども、まあこれから高齢社会を迎えまして認知症による徘徊はどんどん増えていくんで思うんですけれども、まあとてもこれはもう家族だけでは支えきれない、でそういうことでまあ社会全体としてどのような取り組みが必要でありましょうか、またその現在どのような取り組みを実際になされているか、その辺のところをお話しいただけますか。はい、先ほど池上先生が詳しく教えていただいたんですけれども、本当に、このような会があちこちで行われたらいいなと、もっともっとたくさんの方に聞いていただきたいなって思います。認知症をまず正しく、理解していただくっていうことが大事ではないかと思っています。そしてもう一つは、認知症になられている方もその家族さんも悩んでおられるということを理解していただきたいと思っています。認知症になられた方に出会った時に、周りがおかしいって思う行動にも意味が、全て意味があるんですね。先ほど先生のお話にありましたように、認知症は脳の病気ではあるんですけれども、最初から全てが分からなくなっているわけではないんですね。脳の一部が変化して、それをカバーしようとして、そして周りの脳が頑張りすぎて周りから考えられなくなるような行動になると、花子さんも、徘徊をしましたけれども、これには意味がありました。でただ孫もの年齢も家も忘れてしまった、そんな認知症になられた方を抱えるご家族さんというのは24時間気の抜けない生活を送ることで、そして誰にも話せずに苦しんでおられるっていうことも想像ができます。認知症は誰もがかかる恐れのある病気であるっていうふうに考えると、地域とか自治会とか、そういったところで勉強会などをぜひ重ねていただきたいと思います。自分だけは認知症にならないっていうんじゃなくって、自分や家族が、大事な人が認知症になっても大丈夫って思えるように行っていただきたいなって思っています。現在、明石でも認知症についてはいろいろな取り組みが、勉強会だったりとか講演会であったりか、それから認知症のサポーターの養成講座だったり、それから認知症になりかけておられる方のために、認知症になっても喫茶店に行けるという認知症カフェというような、そういった形のものも開催されていますが、できれば日頃の生活の中でご近所に掛け合ったり、地域の中で認知症になっても行くことができる、今行っている居場所を認知症になったらもう行けないっていうことじゃなくって、認知症になっても続けていけれるような居場所を作る、居場所作りっていうこと、それから子どもさん、明石は子どもが増えています。この子どもさんに向けての理解ですね、皆さんが忘れても、子どもさんがおじいちゃんおばあちゃん僕が覚えてるから大丈夫だよって言えるような、そういった明石になれば素敵じゃないかなって思います。ありがとうございます。まあ、認知症は、まあ、旗から見ると困った人と思うんですけれども、実際にはその起こされる行動すべてに意味があり、実際には本人が一番困っている人ではないかなと思います。事前に質問をいただいておりまして、高齢者運転免許自主返納で本人のプライドを傷つけないような良い方法、進め方がありますかという質問をいただきました。これについて池上さんどうでしょうか。もうすでに認知症になっておられる方を前提にということですよね。認知症になっていない高齢者に勧めるという意味ではないですよね。僕も考えてみてもそんな明暗ってないんですよね。先ほど僕冗談めいて言いましたけども、もう家族がみんな集まって説得しても次の瞬間忘れてるわけですから、これはどうしようもないとしか言いようがないんですね。ですね、まあ、こういう免許更新が難しくなってもう諦めてもう免許更新しない方ももちろんあるんですけれども、ですからもう仮に認知症になっててまだ運転している方がいても、まあ3年以内にその人はもう次の免許が更新できるはずがないわけです。ですからとりあえずその免許を取り上げてしまうというか、まあ、自動的にも
こう免許取り消しとかになるのはこれは間違いないんです。間違いないんですけれども、その免許の更新が来ないうちにもう早く自主的に返そうというのはね、かなり難しいと思います。で、もう一つ言いますと、実は免許を返納する高齢者、認知症じゃない高齢者はめちゃくちゃ増えたんです。というのはもう1年に何回もね、今年もありましたけども、おじいちゃんが運転する自動車が女子高生2人跳ね飛ばして1人はもう意識不明の重体とかあって、そうするとね、まともな高齢者はわしもあんなになったらえらいこっちゃ言うてね、ボケてないんやけれども怖いからもうええわって返してる。その返してる免許証の数の方が圧倒的に多いんです。ところが認知症の人がそんな悲惨なニュースを見てね、うわーかわいそうな事件やな事故やなーって、これは怖いわ、わしももう免許証返そうかなーって言う、まあテレビのニュース見て言ったとしますよね。なお、奥さんが、いやおじいちゃんその方がいいわって、もう返しましょうって、こんなんなったら大変やからって、ああ分かった分かった、そうするわってね、もうそれ見た時あまりにもかわいそうやって涙流しながら言ってる。ところが次の日になったら忘れた。これが認知症の怖いところなんですよ。ですから、そんな女子高生がはねられたニュースなんかあったっていうぐらいになりますんで、ですからちょっとこれが一番ですというのはないかなと思います。ありがとうございます。まあ、紙芝居にでこの運転免許返納というのは非常にこう家族としても複雑な気持ちですね。ひょっとしたら返納しちゃうと認知症が進むんちゃうやろかと思ったり、まあ、そういうことがいろいろあると思うんですけれども、まあ、この兵庫県警の立場から野上様にこの認知症の運転免許返上について、まあ、市民からですね、実際にどのような相談が持ちかけられることが多いのでしょうか。最も多い問い合わせはですね、免許を持っているご本人から免許を返納したいんですけども、どうしたらいいですかというような問い合わせが一番多くなっております。またその他としましてはですね、入院中で、本人が免許を返納することができないというような相談もありますので、まあ、個々具体的にですね、こちらで来られた方も明石市民の方ばかりだと思いますので、そういった事例についてはですね、明石警察署の交通課の方にまず電話でお問い合わせいただければというふうに思います。ありがとうございます。伊上さん の講演の中でも触れられましたけれども、まあ、兵庫県とあいや明石はですね、独自 この免許の自主返納についての取り組みをしております。もう一度その具体的にどのようなものがあるかご説明願えますか。はい、兵庫県ではですね、自治体や企業さんの協力を得まして、平成20年から高齢運転者免許自主返納サポート協議会というのを立ち上げております。有効期間のある運転免許証を自主的に返納していただいた、まあ、県内居住の65歳以上の高齢者の方につきましては、ちょっと1000円の費用がかかるんですけども、運転免許経歴証明書というのを交付させていただいております。まあ、こちらは身分証代わりにもなりますし、こちらを提示していただきますと、まあ、公共交通機関でありますとかですね、商品割引などといった特典が、まあ、サポート協議会に加盟している企業から受けれるというふうになっております。まあ、またこれは明石市だけなんですけども、65歳以上の市民の方が免許を返納してですね、市役所に申請をすると図書カードといったものがプレゼントされたりとかですね、また市民の方で免許の返納を進めた方にも図書カードをプレゼントされるといったような特典があるというふうに聞いております。ありがとうございました。この紙芝居、皆さんどう思われましたでしょうか。この後から振り返ってみますとですね、この前頭側頭型認知症とい もうこの診断がついた段階で、まあ、行政処分としてですね、もう免許を取り返上させるということがやっぱりもっと早く必要だったのかなと思うんですけども、まあ、家族がですね、運転をやめさせたいと思ってもなかなか本人が納得してくれないというのはあると思うんですけども、野上さんの立場から何か良いアドバイスはないでしょうか。ですね、もう認知症と診断されてしまえばですね、まあ、行政処分ということで、まあ、強制的に免許の取り消しというふうな処分となってしまいます。先ほど申し上げましたサポート協議会というような特典もですね、取り消しとなってしまうと、まあ、特典が得れなくなるということもありまして、まあ、運転に不安を感じればですね、まず自主的に返納していただきたいというふうに思います。
で、あとはですね、認知症でなくて もう車の運転しててですね、ちょっと不安だなという時点で返納していただければ、あのサポート協議会の特典はですね、受けることが可能ですので、ぜひともですね、運転経歴証明書というのを申請していただいて、サポート協議会の方で特典を受けていただければというふうに思います。でまた、あの家族の方がですね、運転をやめさせようとしてもなかなか本人が納得しないと、まあ、いうような場合なんですけども、まあ、こちら非常に難しい問題なんですけども、警察署の方でですね、高齢ドライバーの方を対象としたですね、教習所とかをお借りしてシルバードライバーズスクールといったような、まあ、交通安全教室も行っております。またこちらちょっと費用もかかる、ドライバースーツスクールはまあ無料なんですけども、ちょっと費用がかかりますけども、あの普段乗っている車にですね、ドライブレコーダーといったあの録画装置をつけてもらってですね、まあ、一度自分の運転を見直してもらうというのも、必要じゃないかなというふうに考えております。ありがとうございました。この運転免許を返上した場合にですね、まあ、代替のこの交通手段、まあ、この方法がないでしょうかということで、事前質問にもですね、あの魚住在住の方でタコバスが1時間に1本しかない、タコバスの本数が増えるならば返上に前向きに考えてもいいんだけどということも含めまして、赤松さん、何かあのご提案ありますか。はい、まあ先ほどあの池上先生のお話の中でも、免許返納された後でその方がご自宅で閉じこもりになられて、よりまあ認知症状が進むことの にならないようにいうところがすごい大事だということをおっしゃられてたんですけれども、そのまあ代替手段といいますと、先ほどから出ておりますタコバスですね、こういった公共交通機関になるのかなと思うんですが、今まあその代替手段というところでは、まあご家族とか、それからご友人とか、あのご近所さんとかの、まあ、移動を、本人さんの移動をお手伝いされているいうこともあのきっと終わりなんだろうとは思いますが、あの紙芝居にもありました介護保険の要介護認定を申請をいただいて、認定の結果が出ますと、まあ、あの要介護以上の認定ですと身体介護というふうに申しまして、ヘルパーさんに買い物とか通院に一緒に付き添っていただくいうようなことができます。で、ご質問いただきましたそのタコバスについては、こちらの方で私どもの方ではちょっとお答えあのしようがないなと思いまして、明石市の、都市局都市整備室都市総務課交通政策係にお伺いしましたので、文章でご回答いただいておりますので、その内容を少し読ませていただきます。タコバスについて貴重なご意見を頂戴しありがとうございます。タコバスは路線バスの通っていない地域の交通手段として、原則7時台を除き毎時1便の運行を行っております。しかし全てのルート15ルートあるようですがにおきまして、収支は赤字であり、赤字分は市から補助を行うことで運行を継続しております。そうした状況の中、タコバスの運行本数を増加いたしますと、利用者の、利用者が増える以上に、経費の増加が見込まれるため、現状魚住を含むすべてのルートで増便の計画はございませんという回答でした。ありがとうございました。ちょっと残念な結果かもしれません。最後にあの長坂さんにお伺いしたいんですけども、まあ、特にこの男性がですね、この運転免許を返上しちゃうと、もう家に引きこもりがちになってしまうという、非常に多いんじゃないかと思うんですけど、何か良い手段はないでしょうか。はい、男性はあの女性と違ってあの大変難しいところがあるんですけれども、ちょうど1ヶ月ほど前 の9月の末に NHK の極め人っていうのを見られた方があるかもしれませんけれども、そこで定年準備と定年後のことを神戸松陰大学の楠木新先生という先生がお話をされていました。それによると、戦争前後ですね、その頃は平均寿命が50歳だったのが、今は男性が82歳、女性が87歳で、こんなに長くなった定年後の生活をうまく過ごすために、まず一点として定年後の残り時間を知ろうということでした。で、60歳で定年すると自由時間は8万時間あるそうです。すると
1日11時間で、あるということなんですね。するとね、働いている時間よりも長い、なのに会社に代わる居場所がない、で、いつもお昼ご飯があると思ったら大間違い、ね、奥さん、ね、女性から笑い声が上がりましたけれども、奥さんはいつもいない人がずっといるので、ついつい不愛想になる、だから家でも居心地が悪い、でそこで定年後の居場所を見つけるために、定年前の、ちょっと、もう間に合わないって言われるかもしれないんですが、定年前10年前、50歳頃から考えるという、息子さんたちには、お話できるかもしれませんが、勢いよく働いている前半戦と、何らかで働く意味を失って将来を思い悩む時が心の定年というふうに捉えて、この時から後半戦として豊かに生きるために考え出すということの、その一つ、もう一つ、三つ目はもう一人の自分を見つけること。例えば小さい頃から好きだったこと、子供時代のことを呼び戻す、ものづくりが好きだった人は職人のようなこと、収穫に興味があれば農作業のようなこと、憧れのものがあればそれに挑戦するなど、また、男性は特にお金がもらえる趣味を目指すとやりがいにつながるっていうふうに放送をされていました。でも会場の中で、もう定年も過ぎたし、もう今更その年に戻れんし、今からでは間に合わんなって言われる方があると思いますので、まあ、あと3つ用意しました。一つは、男の人が集まるには理由がいるっていうことなんです。仕事であったり、お付き合いであったり、お酒であったり、祭りであったり、とにかく理由がいる。で、二つ目は助けを求められると、動きやすい。男性は役割をとても大事にされるということです。そして三つ目は、男性はちょっと悪いことが好き、大好きです。男性の心は遊び心でつかむことっていうこと。明石の中でも、定年後各地で男性が自治会だったりボランティアであったりスクールガードであったり高年クラブで活躍しておられたり、それからシルバー人材センターで、週に何日間か自分に合ったお仕事を続けておられたり、それから男性中心で畑を作って収穫した野菜を地域のおばちゃんたちに料理してもらって、赤ちょうちんで酒を組み交わしたりして楽しんだり、それからスポーツジムに行ったり、海岸線や空き地で囲碁所があったりっていうような、いろいろな集まりの場面を見つけます。定年後をうまく過ごすために、そうですね、先ほどの3つのようなことを生かした地域の活動の場に工夫とかきっかけを作ったり、それから今日来られている男性の皆さんは大丈夫だと思うんですが、今日来られていないお友達とか旦那様に、言っていただきたいんですね。その時の言い方もなかなか難しい、まあ、でんかったらボケるでって言いましたら、うるさい仏って言われますので、ちょっとね、昔の小学校でも一回行ってみいひんかとか、一歩出たらね、何でも参加したらちょっとええことあるらしいでみたいな、そういった伝え方でしてみていただけたらどうかなと思っております。ありがとうございました。健康長寿で過ごすのに一番何がいいかというと、社会参加ですね、が一番やと言われております。この、フォーラムいかがでありましたでしょうか。まあ、高齢化社会に向けてですね、まあ、認知症のさまざまな問題をまたこのフォーラムでも取り上げていきたいと思っております。この認知症の方をですね、地域で支えて医療介護の連携を深めていきたいと医師会でも考えております。今日のフォーラムが皆様のこれからのご参考になれば幸いでございます。長時間のご清聴どうもありがとうございました。